私の足サック2週間に1回1週間に1回1週間に1回です。さっきリエピーが簡単に言いまして俺がおる時と態度違うっていうかさ、いい意味でね社員ってどういう態度なのかなと思ってちょっと隠し撮りしどうですか。かかってきました。じゃあ行きます。はい、森さん聞こえますか。どうぞ。あ、そっかそっか、イヤホンしてないもんね。なおはようございます。おはようございます。森理恵私のアシスタント2週間に1回1週間に1回1週間に1回です。1週間に1回アシスタントするの。はい、じゃあ今日はいっぱいいじめようか。1セットから感動してなんか女見ちゃって何で女臭いですいや、めんどくさくないと思うんですけど何めんどくさくない女だと思うんですけど自分で言っとるやん。いやでもそれ自分だけだったみたいです。そうと思ってたの。私ほどめんどくさくない女いないと思ってたら、うん、社長とかよく聞くとめんどくさい。今日いいこと言っとったじゃん。俺いいこと考えたから、まあ、ちょっと視聴者の人は分かんないと思うんですけど、さっきリエビーが簡単に言いましてなんかちょっとあいつやっぱ俺がおる時と態度違うっていうかさ、いい意味でね社員ってどういう態度なのかなと思ってちょっと隠し撮りし面白いよねちょっとなんかさ、リエピーがあれだよね、先に今から行きますねみたいな感じで俺がおるって言わなかったじゃん。言ってないです。何を喋るかちょっと俺楽しみなので俺聞いてもらうこっちから。いやでもなんか喋り方がなんか察した気がしたんだけどな。社長だいつもだったらなんかパン持ってこいとか言うのに。そう、そんなこと言うのあいつ。パン持ってこい。いつももうちょっと、うん、もうちょっとなんかオラオラなの。オラオラの気がしたんですけど、あっさりあっさり分かったわって言ったんですよ。あ、そういうこと。さっきの辛みがもうちょっと辛み、もうちょっとあったとある気がしたんですけど、意外とあっさり終わったので。うん、まあいいや、ちょっと楽しみだ、ね。急になんかワクワクしたね、俺。簡単なのなんか俺がいない時にね営業管理に対する態度これでどうですか。どうですか。その白いやつ中に磁石入れて白いやつ持って。いいね、絶対話しやすわかりませんね。わかりませんね。はい、で、で1個マイクあるもんで、はい、使い方つかまるには鍵なんじゃ。かかってきました。出て、はい。携帯だけバレるんでしょうか。はい。画面として。じゃあ、行きます。はい。行きます。あとと、いったか。お疲れ様でーす。森さん聞こえますか。どうぞ。あ、そっかそっか、イヤホンしてないもんでダメだ。あ、視聴者の皆さんすいませんね、イヤホンを、向こうの声は聞こえるけどこっちの声は聞こえないんだわ。だってこれだけ録音すべきか。マイクをオンにして、足場の音が聞こえてきました。映像が見えんな。しまったら、フェイスタイムで映像を映しといてもらえばよかったな。声しか聞こえんわ。大丈夫かい。
疲れ様です。カンタくん、カンタ、カンタくん、ウエスカ、忙しいです。はい、え、今忙しいよね、監督。忙しいです。忙しいです。それは暇じゃないよね。それは暇じゃないよね。つまらんやねえか。こんにちは。こんにちはって。こんにちはって。こんにちは。髪の毛めちゃくちゃ伸びてない？はい。はい。はい。ここ、私、現場管理させていただこうかと。そんなことどうでもいいって。なんかあんまり、喋ってくれないんですね。あんまり喋ってくれないんですね。あんまり喋ってくれないんだね。なんか、全然つまんないんだけど。全然つまんないんだけど、もっとこう、おじさんお帰りとか、どうしたのとか、嬉しいよとか、そういう感動の、めんどくさくない女だと思うんですけど、私ほどめんどくさくない女いないと思ってたら、感動の言葉はないですか？こんにちは。なんかよそよそしい。よそよそしい。はい。え、じゃあここ。洋菓子屋さんじゃないです。洋菓子屋さんです。洋菓子屋さんです。ちょっと勉強してきました。無言だね。無言でどけって。無言で。どけって言ってないです。え？どういう。つんつんって。お元気ですか？お元気ですか？今日は元気ですか？元気ないです。元気ないですか？なんでまだ元気ないんですか？はい、疲れた。まだ一件頑張りますよ。見ましょうか。はい、何確認してんですか？
何確認してるんですか。レシート。もう一回いや、いじってくるのそんなに知らんでしょ。いやでもなんかすごい熱い電話切ったから、あ、社長が横にいるのバレたかなと思って。どういう動画すか。いや、お前の嫌なところ、嫌なところ、ただただ嫌なところ撮るのが、いやおー、つまらんね。ほんと思って、いや、そう思って、これ見えとるしよ。いや、そう思ったでしょ。いや、多分分かってない。バレとったな。いや、分かってないと思う。これでマイク行くて、わ、絶対これマイクなんですか。絶対分かったね、私。ほんとだ、すごい。誰が一番変わるの。俺がいないところで変わるやつ。じゃ次誰が撮ってくるの。この動画が公開される前にもう、いや、もう、リュウジ、1週間に1回手伝ってるんで。リュウジ君は変わらないか。リュウジ変わらんじゃん、お前でしょ。俺にもおかしいもん。別に俺にも悪いもん、別にあいつ態度悪いもん。だけも変わらんそうだけど、調子も誰でもないから調子。あ、でもタケも面白いかもしれないですね。そう、ちょっと違う。もっとなんか気まずいこと聞いてほしいよな。ああ、なんだろう、なんかバカみたいなことばっか喋って本当にいいやつ。思いました、私。ダメだなーって。でき、私 YouTuber になれないなと思って。なれでしょ、なれだ。そういうミーティングが必要だね。頑張っとんのも感じたよ。本当どうしよう、なんかおかしいと思ったの。でもおかしいと思ってた。なんか喋ってくるやんって思って。はい。何しに来たのかな、この人みたいな。まず何しに来たか。逆に森さんが違うんじゃない。そうそう。森さんが撮ったのか。おかしいっすよ。上から見せてずっと喋っとんだ。まだまだっすね。あ、まだまだっすね。僕らにどっくり、ドッキリしようって。ああ、まだ。もう慣れてないでね。全然慣れてないので。こちら百戦錬磨でね、まだまだ4、5年やっとるでさ、もっとやっとか。はい、じゃあ、視聴者の皆さん。はい。チャンネル登録いいね。うん、ちょっと本当にもうね、ちょっと、ガチで30万人目指すことにしたから、俺。昨日 SNS 勉強会ちょっとまた気合入ったね。SNS 勉強会もまた東京、6月19日開催、結構盛り上がって、本当昨日やったから。はい。今、こうかったな。はい。今、こうかったな。来た。来た。なんで。あ、そんな感じになっちゃった。すいません。飲み会だけでもちゃんとしますわ。困ったね。すいません。自分から言うのだ。言われるまで待つんだ。いわゆる指示待ち社員ってやつなんだ。別に来いって言ってるわけじゃないよ。はい。行きたいんじゃない、行きたいんじゃないの。行きたかったっす。言わせとるみたいな。すいません。はい、こちら皆さん、またぜひ、勉強、今度関東でやりますんで、6月19日から。ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。あ、出たお前は。おい、で、はい、出たお前。あっちないって言ったらお前。あ、あるだろう。来た時よりも綺麗にして帰る。あ、ほら、偉いがよ、あれ見てみ。掃除しとるわよ、ちゃんと。お前もうこれ見、あ、お前そこ何、あ、うちじゃないか。でも人のもんでも拾っとけよ。お客さんのもんでも帰ってな。拾ってこう、ちゃんと置いていいや。って。だろ、人のもんだからダメとかじゃないんだぞ。きちっと並べて、お客さんのもんも。そうだろう、お前ら。あんた、はい、そうじゃねえのか。そうです。ん？自分たちじゃないんかったらいいんか、これ。よく言うよな。それ、そういうのはあんま触る方がいいんじゃない。神様で。だろう。これちっちゃい可愛いな、でも。撮っとこうか。終わり？はい。あ、でも偉いね。昼までに組み終わって。1時？今、12時。前だよな。11時半。これ、人生来るな。11時。
まあ4人であるな。はい、お願いします。はい、あるな。もうダメだもん、そっちの場合あろうとあげて。